小川城は、静岡県八菱市小川五丁目付近にあった、日本の城。静岡県中部、瀬戸川や大井川などの複数の河川により、形成された白平野の中積定地に所在する、平城である。城主、法永庁舎とは、今川木に、三世の宇徳人と書かれた、長谷川次郎左衛門正信で、城の南東、黒井川川口にある。 小川港の物流を管轄し栄えていたと考えられている。正信は1476年、駿河国の守護、今川義忠が塩海坂で討ち死にし、義忠の着難、龍王丸と小鹿のリ密による家徳争いが勃発した際、伊勢政治の取りなしにより、龍王丸とその母、北川殿を一時的に保護し、これ以降今川指揮官となった。 長谷川元長の大の1526年には、レンガ市、総長を城に招きレンガ会を催した記録がある。城石は、水田地帯となっていたが、1979年から、当地での土地区画整理事業に伴う発掘調査が行われ、小川城の遺構が検出された。城跡だけでなく、仮想に、古墳時代の小区画水田遺構や、遺没方眼層を持つため、 道場殿、小川城遺跡と呼ばれる。城は、長辺約150メートル、短辺約90メートルの長方形をした、単角式城間で、幅15メートルの堀が四方をめぐり、土橋状の孤高も検出された。堀の内部は少なくとも三つの区画に分かれ、そのうちの一区画では、南向きの掘った手柱建物が見つかり、とのもと見られている。 周辺からは15世紀後半から16世紀前半にかけての陶器や中国大陸からの輸入政治など贅沢品を含む遺物が出土し、場外の集落以降と比べて出土品の質の差が大きく、長谷川氏の繁栄を物語るものだったという。ありがとうございます。